はい、皆さん、こんにちは。下村武でございます。今回見ていく内容は、プロピベリンバップ法について確認していきます。お薬を知ることによってより適切に使用することができるということで、プロピベリンバップ法、どういったお薬なのかってことを一緒に確認していきましょう。じゃ、まず一般名がプロピベリン、商品名がバップ法となっております。で、分類なんですが、尿失禁、頻尿、過活動膀胱治療剤というふうになっているということで、効能効果を見ると、 秋の疾患または状態における頻尿とか尿失禁となっていると。あと一つは何かというと、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁となっているということです。じゃあどういった疾患とか状態においての頻尿とか尿失禁に用いるかというと、まず一つは神経陰性膀胱ですね。この神経陰性膀胱ってどんな状態かというと、神経がうまく働いてない。 それによって膀胱がしっかりキュッとなることができない。そういった状態が神経陰性膀胱となっていて、それに伴う頻尿とか尿失禁に用いるとされております。で、次は二つ目ですね。神経性頻尿となってるんですけど、これは何かというと、気持ちからくる頻尿となってます。で、次三つ目ですね。不安定膀胱となってるんですが、この不安定膀胱っていうのは原因が明確じゃないんだけど、勝手に膀胱がキュッとなってしまう。そういった状態の頻尿とか尿失禁に使うと。 で、最後4つ目としては、膀胱刺激状態となってるんですけど、慢性膀胱炎とか、慢性前立腺炎、これに伴う、頻尿とか尿疾禁に使っていくんだ、ということになっております。で、あとは、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿、切迫性尿疾禁に使うとなってるんですが、過活動膀胱というのは、これ言葉の通り、過剰に活動している膀胱ですね。これを過活動膀胱と言ってます。 で、膀胱がですね、過剰に活動すると何が起こるかというと、すっごいトイレが行きたいという尿意切迫感を感じることありますし、あとは尿が回数が増える。それに加えて、切迫性尿失禁といって尿を漏らしてしまうことありますので、そういった状態に用いることができるんですよということで、プロピベリンは尿の回数が多い、すごいトイレ行きたいという感覚、あとは尿を漏らしてしまう、そういった状態に用いるんだとされているということです。 じゃあ、どうやって作用をしていくのかってことになるんですが、薬理作用としてはこのようになってますね。本来は、平滑筋直接作用より、抗コリン作用を持ってる種として、平滑筋直接作用によって、排尿運動抑制作用を示すようとなってます。で、これ言葉で言われてもあんまりピンとこないと思いますんで、膀胱ってどんな構造をしてるんですかそして、プロピュエリンどうやって働いてるんですかってことを簡単に図を使って説明していきます。 まず、膀胱っていうのは尿を蓄える袋状の臓器となっていて、イメージとしては風船みたいなイメージしておいてもらったらいいかなと思います。で、この狭くなっているところがどこにつながっているかというと、尿道につながっているんですよということになります。で、この上の部分が膀胱となっているんですが、ここに尿を蓄えてますね。じゃあ、このぷくーんと膨らんでいるところなんですけど、そこにはどんなね、筋肉があるかというと、平滑筋があります。 で、この平滑筋にはですね、ムスカリン受容体っていうのが存在しているんですよと。で、この平滑筋のムスカリン受容体がアセチュルコリンによって刺激されたらどうなるかというと、それによって平滑筋がキュッとなる。その結果として、膀胱がこの赤の点々点みたいな感じで小さくなります。なので、アセチュルコリンが働くと膀胱小さくなって尿が出やすくなるんだとなってるんですね。 で、今回のプロピベリンはどうかというと、ムスカリン状態遮断する作用ありますよ。コーコリン作用を持ってるってことになってるんで、それによってですね、膀胱を大きくすることできますよ。それによって、尿を蓄えやすくするという作用を持ってます。で、あとは、平滑筋直接作用することによって、 排尿運動抑制作用を示すよということで、平滑筋直接作用と方向に作用によって、膀胱大きくなる。その結果として、尿を蓄えやすくなるんだってことを、このイラストでイメージするようにしておいてください。じゃあ、続いては、使用する際の注意なんですけど、 ん調節障害、眠気、めまい、現れることありますんで、本来統一の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意する必要があるということで、高孤臨さえ持ってますんで、目の調節障害、現れることがあると。あとは、それに加えて、眠気、めまい、現れることありますんで、危険な機械操作に従事させないよう注意させなければいけないとされております。 じゃあ次は相互作用なんですけども、本来は抗コ,コリン作用を持ってるということで、抗コ,コリン作用を持ってる酸肝系抗通薬、フェノチア人契約との併用によって、抗コリン作用が増強されることがありますので、抗コ,コリン作用を持っているものと併用する際には注意していかなきゃいけない。抗コ,コリン作用が現れると、眼圧が上がるんですね。目の圧力が上がることあるし、あとは、便秘になることなんかがあります。 それに加えて、口活ですね。喉が渇く。なんてことがありますんで、抗コ,コリン薬併用すると、眼圧上がる、便秘になりやすい、喉渇くなんてことがありますんで、併用する際には注意していかなければいけないとされております。では次は副作用を見ていきますが、主な副作用としては、口活便秘、消化器症状ですね。あとは、排尿困難なんか現れることあります。 尿を出しにくくするんで、効きすぎると排尿困難伴うことありますんで、使っているときは尿しっかり出てるんですかってことを確認する必要があります。それに加えて、皮膚症状、かゆみ、発疹、じんましんなんかが現れることがあるとなっているということです。で、重大な副作用としては、急性力内障発作ということで、眼圧上昇することによって、目が痛い、視力低下する、あと、頭痛を伴うなんてことがありますんで、 使ってる時に頭痛伴う眼痛ですね。ないかどうかってことをね、確認しながら使っていかなきゃいけないと。で、続いて二つ目としては、麻痺性イレウスとなってるんですが、本在は抗コ,コリン作用がありますんで、消化管運動を抑制する作用もあります。それによって、麻痺性イレウス、消化管がうまく動かなくなってしまって、その結果として超閉塞のような状態になることがあると。であとは、筋肉障害の黄紋筋誘拐症。 皮膚障害の皮膚粘膜癌症候群、あとは心臓に対しての影響として QT 延長、心室性頻迫なんかありますんで、心機能大丈夫かどうかってことも確認して使っていかなければいけないお薬となっております。ということで今回はプロピベリン、バップ法について確認していきましたが、お薬しっかり分かってもらって、より適切に使用できるようになりましょう。それではまた。